ジョジョ丼パンチャーシェフロピアです。先週に引き続きまして、俺流レシピ、今回は男飯応援企画ということで、奥様だったりとかお子様なんかにもさすがだねと言ってもらえるような、こだわりのあるレシピをご紹介していきたいと思います。で、今回のこのレシピは春過ぎぐらいからですね、全国のスーパーマーケットさんの店頭で公開されていると思いますので、ぜひ探してみてください。じゃあ早速作ります。では使う材料です。香味野菜が玉ねぎと人参、それからリンゴ、生姜、トマト、今日は鶏もも肉を使っていきます。あとヨーグルトとカレー粉、材料はこちらで作ります。今日はカレー粉を使っていきますけれども、左側の香辛料がクミンとコリアンダーとタメリック、ミックスされているカレー粉を使っていただいても大丈夫です。では材料をカットしていきます。まずは玉ねぎと人参と生姜を足にしていきます。人参は2分の1本使っていきます。玉ねぎと人参は一緒にしちゃって大丈夫ですね。生姜も今日このくらい使っていきますけれども、お好みで量は調整してください。気になる方は皮を取り除いていただいてもいいんですけれども、僕はもう割とそのまま使います。続いてリンゴ。約2分の1ですね。こちらをすりおろしていきます。そうしましたらトマトもカットしていきます。トマトは煮込んで煮崩れちゃいますんで、ざっくりで大丈夫です。一口大というか。そして鶏もも肉です。で、鶏もも肉は煮込んではいきますけれども、やっぱりね、どうしてもこの筋の大きな筋の部分は食感があまり良くないので、ここはね取り除きます。鶏肉ってこう広げていただくと、この空いてる部分ですね、この空いてる部分にもともと軟骨があったんですけれども、軟骨のすぐ際にですね、ここに油の塊がこう入っているので、気になる方はね、ここを取り除いてください。鶏の油っていうのは、もちろん旨味でもあるんですけれども、臭みの元にもなりますんで、丁寧に仕込むならここも取り除く。あとはこちらの、筋ですね。まとまった筋があるので、ここも、ちょっとね気になるので大きな筋だけ取り除きます。この余った部分ですね、余った皮の部分、皮の部分はこのまま残していただいてもいいんですけれども、ここの皮にですね、こう余分な油が一緒にくっついてたりするので、そこは、削ぎ落とします。この部分ですね、仕上がりの大きさよりも若干大きくですね、煮込んでる間にどうしてもちょっと縮みますので、そこだけ考慮してお好みの大きさで大丈夫です。これがヨーグルトですね。ヨーグルト 200g に先ほどすりおろしたリンゴと、カレー粉、これを加えます。で、これをですねよく合わせます。
今日はですね、無水カレーということで、まあ、一応水分を使わずにね、作る食材の水分だけで作るという形になりますので、まあ、それもあってちょっと多めのヨーグルトを使っています。でこの混ぜ合わせたヨーグルトの中に鶏肉を加えます。でよくこれを合わせておいてください。これリンゴも入ってますので、鶏肉のこの食感がですね、柔らかくなったりとか、そういった効果もありますので、まあこんな感じでマリネしておきます。オイルで、刻んだ生姜と刻んだニンニクで、それから火をかけてちょっと香りを出していきます。でまあふつふつと沸いてきて、まあ、香りがしてきますので、玉ねぎと人参の足を加えます。でここに、味出しのお塩もちょっと振りまして、あとはちょっとソテーしていきます。で最初に水分が出てきますので、中火から、家庭だったらもしかしたら強火ぐらいでも大丈夫です。焦がさないようにだけ注意してソテーします。でこう水分が出なくなってきましたら、だいぶここから先甘みが出てきますので、まあ、ここはですね、どのぐらい甘みを出すしていくかはお好みになっていきます。もうここにですね、先ほどのヨーグルトに漬け込んだ鶏肉を加えていきます。そしたらですね、ここに、刻んだトマト、舞茸もね、加えていきます。あとはですね、この舞茸やトマトからも水分が出てきますが、火加減があまりにも強すぎるとどうしても焦げてしまいますので、まあ、弱火ぐらいでいいです。弱火くらいで、蓋をして、あとはちょっとこのままじっくりですね、加熱していきます。でもちろん今日使った鍋は普通の鍋なんですけれども、まあ、こういったココットを使っていただくとより作りやすいかなと思います。皆さんね、これ持って必ずしも持ってるわけじゃないと思うので、今日は普通の鍋であえてやりましたけれども、このココットを使うと何がいいかというとですね、隙間が限りなくこう小さいというか、そして、まあ、これはね、形状によっていろいろあるんですけれども、例えばこのストーブのやつとかだとこうイボイボがついてますので、上から上がってきた蒸気がこの突起に沿ってね、こう下にまた落ちていくという、まあそういった作りのココットもあります。まあいろんなココットありますけれども、今日はこちらの普通の鍋で作っていきますが、こういったね、どこにでもある鍋でも作ることができますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、で大体30分ぐらい煮込みまして、こんな感じになりました。まあ、この煮詰め具合はお好みでいいと思います。あとは最終的に塩で調味をして完成です。うん、はい、いいんですか？いいんですか？実食。ありがとうございます。ライさんはね、結構、はい、まかないでカレーよく作るんですよ。めっちゃ作ります。ね、カレーにはうるさいです。カレーうるさい。もううるさいですよ。もううるさいですよ、本当に。お、え、これ無水でしたっけ？うん。めっちゃ野菜の甘みみたいな。うん、結構優しい感じだよね。あ、出てますね。あ、おいしい。大丈夫でしたか？え、何がですか？合格点いただきます。いや、大丈夫。もう全然合格です。ありがとうございます。美味しい。ちなみに、ここにアレンジするとしたら、アレンジするとしたら、アレンジするとしたら、例えば旨味を補填するために、うん、まあ、コンソメ入れるとか、うん、あとは、鰹だしの素入れたら、うん、和風だしカレー。ああ、なるほどね。なんか旨味調味料って確かスーパーにいろんな種類あるから、はい、確かにそれをちょっと入れるだけで、テイストはそれだけでかなり変わりそうだね。そうですね。まあ、結構ね、いろんないじりやすいレシピだと思いますので、好き勝手やっちゃってください。お願いします。春先から、全国のスーパーさんで、まあ、こちらのレシピがですね、まあ、どこかに多分あると思いますので、おお、はい、すげえ。探してみてください。お恥ずかしいですが。いやいやいや、もう。
なんかあんのかな。すごいなとか。あ、すごいな。いや、すごいですね。はい、本当に、はい、ぜひぜひちょっと探してみてください。探してみてください。あの俺流レシピみたいな感じで、ね、載ってると思います。なんで笑ったんですか。たまにですね。どうぞ。なんでですか。はい。ということで、今回はカレーを作っていきました、はい。まあ、割と中級者向けの料理かなと思いますけれども、まあ、でも初心者でもできるよね。うん、できます。切って入れて、うん、ほうですね。そう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 、まあ、結構ね簡単にできると思うんでやってみてください。はい、じゃあ